はい、お疲れ様です。王将です。はい、今回はですね、ワッコーズ商品紹介シリーズ、このスーパーフォアビークルというやつですね。で、これはね、スーパーフォアビークル2種類あって、フォアビークルとフォアビークル S というのがあって、これはシナジー、S はシナジーなんですけども、スーパーフォアビークル、このシナジーの方ですね。これ新しく出てる方なんですけれども、こっちの方をまあ簡単にご説明します。ものはね、ほぼ一緒です。ほぼ一緒です。まあ一緒だと思っておいてもらえれば間違いないぐらい一緒です。はい。で、これスーパーフォアビークルどんなものかっていうと、まあエンジンの中に入れて、まあエンジンのオイルと一緒に混ぜて、エンジンの中の金属保護をしたりですね、まあ、汚れをつきにくくする、あとはエンジン自体の汚れをね、落としてくる、まあ、焼き付いてるカーボンを剥がしてくれるというのかな、まあ、そういった役目もあります。ただフラッシング剤ではないので、ちょっとそこ、フラッシング剤だと思って使うと、効果がね、また違ってきます。これはあくまでも金属保護ですね。で、まあ、これはね、あんまりこういうことを言ってはいけないんですけれども、このね、ワコトさんが歌ってる部分とちょっと違うんですが、これでね、改善されたのが、ピストンリングですね。ピストンリングが抱きついた状態の車があったんですね。で、まあ、オイル交換をあまりしてないと、ピストンリングっていうのはこうリングがこう動くようになってですね、リングが動くようになって、そのバネの力で要は壁にへばりついて圧縮を保持してるわけですよ、ピストンリングというのはですね。ただカーボンが溜まってくると、そのバネのその動きの部分にカーボンが付着してリングがこう開けない状態になっちゃうわけですよ。で、開けない状態になると当然圧縮がそこから抜けてしまうので、まあ、そういった症状がある車に関してはオーバーホールして、そのリングを外して汚れをきれいにして戻すという、オーバーホールするっていうね、とんでもない手間がかかるんですが、まあ、たまたまですね、このフォアビークルを入れて、サーキットを走ってですね、その後にもともと調子があんまり良くなかったんですよ。圧縮がすごく低くたんですけど、まあとりあえずこれちょっと入れてみようということで、入れてですね、走ってみたらですね、見事に圧縮復活して、もうそれ以来ずっと圧縮落ちることはなかったですね。もうトラブルも起きずに何もで、まあ、その車、まあ、なぜそういうことが起きたかっていうと、一つはですね、これを入れたことによって、まあこれそういったカーボンを剥がす作用は確かにあるんですね、あるんですけれども、やっぱりですね、もともと固着していたものに非常に熱が、高いね、サーキットを走ってるんで高温の、ね、熱が加わったことによって、まあ、剥がれやすくなったというのもあるんですけども、やはりそこでですね、そのフォアビークルの強い膜がね、圧縮、これはね、圧縮を復活させるっていう作用もあるんですね。なのでそこに隙間ができて膜ができて、出力が上がったというようなことが起きたわけですね。で、実際このワコーツさんの、まあ、ホームページにも載ってるんですけども、ピストンリングの、まあ、作用でオイルを、まあ、オイルリングというのは、そのオイルの膜を作る部分と、オイルを下にかき落とす作業、両方あるんですけども、その膜を作るときにカーボンが付着していると、その膜を作れないでカーボンが邪魔しちゃうんですね。そういった作用が、まあ、あったとしても、これを入れることによってそのカーボンが剥がれてくれますよっていうようなことは書いてあります、うん、ちょっと説明が難しいですね。で、まあ、このフォアビークルのいいところっていうのは、膜を1回作ったらその膜がすごい強いんですね。オイルっていうのはこう重力で下に下がっていっちゃいますので、あんまり乗らない車とかだと、まあ、久しぶりにエンジンかけようかなっていう時にはプラグホールからオイルをまあ、入れてクランキングゆっくり回して、それからエンジンかけたりっていうちょっと手間をかけたりするんですけども、そういった時のそのドライスタートって言いますけれども、ドライスタート時にもエンジンのその、まあ、膜がね保持されているので傷がつきにくいと、全くつかないとは言わないんですけれども、まあ、傷がつきにくいというメリットがあります。なのでね、これね、重機、私のね、フォークリフトとか、まあ、ユンボとかもそうですけども、その辺のめったにエンジンかけないようなやつには必ず入れてます。必ず入れてます。で、このシナジーっていうのは何かっていうと、もともとですね、富士フイルムっていう、まあ、皆さん知ってるかな、まあ、富士フイルムは知ってるか、カメラのフィルムを作ってたメーカーなんですね。富士フイルムっていうのは。もう今、メーカーさん多分フィルム作ってないのかな。そのフィルムを作ってた技術によって、そのさらに
その膜をね、つきやすくしてその落ちにくくするっていう技術が使われています。なのでこのフォアビークルのね S っていう方はさらにその膜がつきやすいというね、その、うん、厳密にはそのオイル自体の、このフォアビークル自体の、ま、成分に膜ができているというかね、まあ、そういったものでちょっと説明がねこれ難しいです、うん、ただまあこちらはいいですよっていうことですね、うん、まあ、だけど、まあ、フォアビークル値段ちょっとしかかからないです。2、300円の違いだったかな、だったと思うんですけど、そのくらいの違いですね、うん、でこれやっぱりね入れた方がいいなって思うのはやっぱ新車ですね。圧倒的に新車です。なぜかって言えばもう新車の時点から保護しとけば性能が長持ちするということなので、まあ、新車とか、フラッシングした後ですね、フラッシングしたり E クリーンプラスでも綺麗になったというエンジンであれば、もうそういったところに保護してあげるというのが、すごく有効ですね。でまあ時々ねいらっしゃるんですけど、いいオイル入れて安いオイル入れて、いいオイル入れて安いオイル入れてって、なんかねそういうことをする人がいるんですけど、結局ねいいオイルもオイルの膜ができるんですね。オイルっていうのは膜を作っといてくれるわけなんですけど、安いオイルと交互に入れるといいオイルの膜を結局落としちゃうことになるんで、もったいないですけども、まあ、どうしてもそういうふうな交換の仕方とか、まあ、あんまり普段からいいオイル入れられないよっていう方はこれを入れておくだけで多少その保護力っていうのはアップしますので、まあ、汚れがつきにくくなると。もともとついちゃってたらね必ずきれいにしてから使わなきゃいけないんですけども、まあ、きれいであれば自分のねエンジンの、ね、フィラーキャップを開けて、あこれはきれいだなっていうようであればこれを入れておくと、非常にねエンジンの保護になりますので、うん、こういった商品もねよかったら使ってみたらいいのかなと思います。はい、今回はですねフォアビークルやってみました。次回はですねちょっと考えておきます考えておきます。ちょっと今ね、この手元に商品がなかったんで、はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。以上です。